すごい。パチパチいってる。やば。はいさい。はいさい。今回ですね、10キロ二郎ラーメンを作りたいと思います。はい。キロ二郎ラーメン。10キロ二郎ラーメン。二郎ラーメンってもうすごいからね、野菜もりもりとか、はい、肉増し増しとか。で今回も、きのこ先生に来てもらってます、はい。よろしくお願いします。で、きのこ先生は以前ラーメン屋さんで働いてたんですよ。うん、なのでね、いろいろ足取り教えてもらって、そうですね、作っていきましょう、はい。で今回普通の二郎ラーメンではなく、うん、なんか最後にこちらスプリトスって言って、96% ですね、アルコール。これ最後これを使って大爆発させて完成しました、ドカーン。なんかキノコ先生の技があるらしい。これリアルで、うん、ちょっと一味加えようかと思いますので、ちょっとそれ楽しみ。楽しみですね、はい。じゃあまずは、はい、材料紹介ですね、はい。すごいね、すごいですよ、見てください。醤油2本で、鰹節とか昆布、笹野さん大好きなニンニク、卵、洗濯ネット、椎茸、大量のもやし、スープの素になる、背脂、三枚肉、ね、だし骨。で今回ラーメンではなく、まあ、ちょっと沖縄風を、うん、せっかくハイサイは、うん、ハイサイといえば沖縄なんで、ちょっと沖縄感出したいってことで、こちらのテルキナそばさんを使います。パンチ寄ってこない、大丈夫。いつもお世話になっております。お世話になってますよ。まずはだしを取っていきましょうかね。はい、だしこれ、ラーメンってほんとすごいな、うん、こんだけ時間かけて作るわけですからね、うん、お湯を沸かしてる状態ですね、うん、高火力でグツグツ。はい、じゃあその間になんかやる作業ありますか。その間にじゃあ次は醤油だれを作りましょう。醤油だれ、あ、はい、開始ってやつですか。開始、そうです。出ましたね、洗濯ネット。この熱に入れることですぐサッと取り出すことができる。なんかそういう網的なのいらないで、そうそう、カスとかもこれで取れるから。ただこれ新品使ってくださいね。もしあの使ったらあの柔軟剤とかも入ってくるから、ちょっと若干の柔軟剤入り、洗剤とかも入ってくるから、一応香りは良さそうだな。だからできるだけ新品というか、まあ料理用としてこれは使ってくださいね。あー、もう匂いすごい。あー、うまそう、匂いするな。沖縄椎茸、中学校の頃よ、よったけ、椎茸、松茸、よったけですって言ってたな。もしもし、はいはい、じゃあ気になるシリーズっていうか、俺の思い違いかどうか確認取りたいんだけど、はいはい、まあ、椎茸使う企画があって、はいはい、よったけ、中学校の頃あの椎茸、よったけ、松茸ですっていうなんか自己紹介みたいな感じで言ってなかったっけ。言ったことないな。あ、ごめんごめん、じゃあ俺の勘違いだ。多分俺の言ってほしいシリーズだと思うんですよね。ごめんごめん、完全に勘違いでしたね。でしょうねって感じですね。今、カツオ、昆布、椎茸が入ってます。お、あ、ニンニクも、ニンニクも入れちゃう。カレます。今回はこれブラジャー入れないんですか、これ洗濯網には。そうですね、ブラジャーも隠し味で入れないんですか。ちょっと入れたい気持ちはあるんですね。あるんだ。それはお好みでって感じ。それはお好みで、あ、好みなんだ。ブラジャーでもパンティーでもなんトランクスは、ちょっとトランクスは、まあその趣味の人で、ああ、そうです、えぐみが出る、はい、えぐみが出る、ぬるぬるが出る。あれから10分ほど、ある程度臭みっぽいのが取れてると思うんで、あ、この茶色い浮かんでるやつが臭み。そうそう、まあ言ったらアク、アクとかよく取るじゃないですか。そんな感じで下茹でするんですよ。なので一回これの水は捨てます。いってらっしゃい。臭み、さよなら。おー、すげえ。これ骨、出し骨やん、もうまんま。先ほどの続きですね。それ全部入れて、全部入れて、はい、端元も、はい、右上げ、あげるんで、はい、持ち帰りもあるってことですか、もしかしたら。持ち帰り分まで作れますね。いいね、やったー。醤油を入れていきましょうかね。うん、まるまるいけるかな、これは。まあ、返しはまだ他にもいろんなものに使えますから ね、前も返し結構みんないろんなの使ってた、うん、みんな使ってた、みんな朝昼晩返し使ってたからな。高血圧でみんなだいぶやばいショットしてたからな。バレンタインデーのお返しも返しあげてたからな。ああ、返し返しあげてまだまだ、いや今こんな今いいぐらいまで来てる。まあこの醤油の他にもみりんや調味料、さらにね、はい、砂糖も入れるのかな。はい、砂糖も入れます、うん、じゃあ上から今から振るのかな。ラッキーセブン、具志堅用高の面白い話で、なんかクイズ番組で、さあどの問題
行きますかっていう時に数字選ぶのがあるわけよ、うん、その時に、うん、あのラッキーセブンの4いったっていうの聞いてすごい天然だなと思った。そうこうしてるし、ミリもありましたね。ミリもありましたね。パンチだったらアーム入れようって言ってたな。危ない、危ない。調味料酒。おお、いいね。砂糖も全部入れてもいい。うわ、歯が痛くなった。キシキシする。1キロ入れても歯がギシキシする。もうこれもめっちゃ入れていいです。これ大事なんですか、味の素は。味の素うまいでしょ。アミノ酸の塊だから、ね、そう、これはもう大好きっす。これラーメンはそうだから、この白い粉は危ないっすからね。お酒入れたいですね。じゃあこれあとは結構待つ感じですか。そうですね、返しが出来上がった。まあまあ出来上がったんじゃないかなという感じなんで引き上げましょうかね。ここで洗濯網の効果が一気に出るぜ。ブラボー。一層二層三層全部美味しそうですね。甘い。では味玉作りやっていきましょう。まず1個だけ先にテスト。あれとかなんか聞くけど、あれどうなん、うん、穴開けるとか。穴開けるのもこれは穴開けて何、なんかこれにちょっと穴開けるさ、うん、そうすると皮むくときに抜きやすい。そう、空気が抜けて割れにくくもなる、うんうん、それやってみるか。じゃあ穴開け職人。割れそう、怖い。意外とそんなに開いてる。はい、じゃあ1個ずつね。はい、一旦6分いいですか。ストップウォッチ OK ですか。はい、入りました。はい、スタート。さあ6分でーす、はい、いくよ、3、2、1、ドン。はい、成功です。うわ、一発で成功です。すごい。ここで残りの分を茹でるという感じですね。はい、さあ、なんか漏れてるもん、穴から。噴出してる。これはあの赤玉からですね。穴開けブクブクしてる。ほら、うん、はい、こちら、はい、温泉卵とゆで卵の間です。秘伝のタレを入れていきましょう。で、先生、落とし蓋であとは大丈夫かな、うん、いけるか。これでちょっと置いときましょうかね。次は背脂を作っていきましょう。あ、ついに背脂来た。ドボン。いや、本当はこれミキサーで細かくした方がいいんだ。ミキサーありますか。ミキサーありますか。あります。あ、じゃあこのプロセッサーありますか。プロセッサー入れていきますよ。やばいっす。うわ、油完成。油完成です。油完成です。じゃもうほぼほぼつけちゃう。で揃った。ニンニク潰しましょうかね。あ、ニンニクね、さっき剥いてたんですよ、みんなで、はい、黒沢。あ、ニンニク黒沢あるんだ。まあ、黒沢とは沖縄の方言で殺してみたいな感じですね、うん、いけー。おーっと、一撃ではなかなか苦されないですね。うん、さすが。こっちの方が一瞬か。うわー、ラーメンに、匂いがすごい。ラーメンに入ってそうですか。うん、ニンニクの匂い入ってますね、これ。ジローに言いますよ、こいつ。ジローにいるやつが。あー、たまらん、やばい。もともと醤油が入ってた容器に使いやすいように今から移します。これ当分廃材はみんな大喜びですね。うん、喜ぶ。ラーメン企画するたびにこれができるんですけど、みんなも喜んでハイタッチするんですよ、ラーメン企画入ると。これは大喜びですね。お昼時間これ使うからね。みんな料理使う。これ返しって打ってないの。返し、あ、まあ、一応そのラーメンのタレみたいな感じで、スーパーとかには売ってはいますよ。あ、売ってるんだ、はい、名前は。あ、普通に返しって書いてあるの。ラーメンのタレみたいな。そうです、返しっていう名前で。返しという感じじゃないですね、やっぱ専門用語ですので。タレとかだと思います。うん、先はキャベツ切って、一旦こっちで先にキャベツを湯がいて、別、湯切りしてから、ああ、取っとくと。で、もやしを、はい、湯がきましょうかね。ザク切りきた。食べやすいサイズ。食べやすいサイズ。ザクザク。なんでここでカチ割り。うん。ぶつ切り。ちょっと硬いな。これ、温めてるやつなんで。もうそのままいっちゃう。そのままいきます。ドン、ドン。おっしゃ。これで湯がきます。キャベツ入れて20秒ぐらい。10秒、30秒ぐらいですね。うん、
ね、もういいらしい。もうちょっとマジ？そんな早い感じ？もうしなってきてるんで全然いいです。ね、しなってる感じする。本当だ。ああ、茹で過ぎも良くないと。もやしいっぱい。すごいなこの量。しかし。ね。あいつ。五千アベシャイ。すげえ。こんなもやし。こんなに使ったの初めてだな。よいしょ。セロ。よいしょ。これも湯がきます。やばい、やばい、はい、すごいすごいすごい、混ざってきた。うん、いい感じ。よっしゃ、スープ出来上がりなんで、OK、はい、一回こんな感じでスープの出来上がり。はい、透明スープ、米取り、米取り。これ普通に美味しそうだけど、うん、めちゃめちゃうまいはずですよ。いいね、もじもじして食いたいな。次はスープを、スープでしょう。今取った分のスープ、はい、これをどんぶりに移します。食堂ボン、よっ、やばい。作った返し、秘伝のタレですね。やばい、絶対うまい。始まるぜ、テンション上がるやつ。これはやばいっすよ。セイホー、おー、うわー、うわ、絶対うまいのを確信してる。沸騰したらお湯に麺入れていきましょう。はい、クリキナサバーの麺です。行きましょう。よいしょ。いっちゃいっちゃい。これは最初にあの下茹でされてはいるので、もうさっと入れる。これもさっとシリーズ。これもさっとシリーズですね。うん、本当だ。こんくらいでいいです。もう多い、もう多いです。いやー、うわー、すごい。やばー、うわー、いくー、うわー、煙、すごい、すごい、溢れそう、溢れそう、溢れそうだな、これ。溢れそうだったらちょっとスープ抜こうね。よっ、いけた、いけた。キノコ先生の計算通りになりましたか。はい、野菜トッピングしていきましょう。いいね、やばやば、 CG じゃないですからね、これあちこちですね。どうも、もう限界かな。もう限界ですかね。ちなみにチャーシュー2キロ、やば。うわー、匂いすごっ、やばい。よいしょ、ちょっと固めてもらっていいですか。はい、存在的だろ、こんな。やば、富士山。こんなんバチ当たるだろ、こんなん。富士山であるさらに丸々もるもるさん、あちだまるもびっくりですね。おー、いけたいけた。福くんもそれは脱ぐよな。脱ぐだろ、これは福くんすっぱだかなるだろ、それは。ラスト、卵、卵、煮卵もまた卵。いいね、盛り付けていきましょう。横にポンポンポン、はい、2個ぐらいです。そうだな、おお、いいね、ブルルてる。はい、はい、こちら完成ですね。でかい。完成ではないらしいですよ、これ。え、これ完成じゃないんですか。実はまだ完成じゃないんですよ。もっと魂を込めようと思ってます。魂、それが最初に言ったこのスピリタス。スピリタス、え、こいつで、これで食った後これ飼っていくとか、そんなんじゃなくてではなく、これは何の役目なんですか。これはこれで、まあ一応これでうまいではあるんですけど、はい、火を入れるともっと香ばしくなるんじゃないかと。あ、炙るって感じ。そうそうか、香ばし的な。そうです、おそれをやろうと思います。なるほど、いいっすね。どうなるんだろう。ということで、こちら、はい、ファイヤーと、はい、まあ、アルコール96%、はい、ちょっとまあ本当に危ないかもしれないんで、消火器、消火器を用意してますんで、じゃあやってみようかと思います。マジで危ないと思うんで、はい、じゃあいきます。出す、キン、いやー、おー、うん、もういいですか。まだそんなに行っときましょう、こんな。うおー、すごいパチパチいってるやばうおめっちゃパチパチいってる、すごい、すごい、いい感じで焦げてる。焦げてるね。焦げ目が入ってきた。これですね、なんかのアートみたいだな。すごっ、こんな感じなんだ。うわ、これで火通ってやばうまくなる。そう、いい感じに焦げてる、はい、めっちゃ良さそう。こっち、うわうまそうだな。うわ、これ誕生日に出てきたらびっくりじゃないですか。びっくりだね。ろうそくないけどって言われて、うん、どこ消せばいいのって、どっから消せばいいのってなるよね。じゃあ取り分けます、はい、これ丸々ね、かじってもいいんだけど、はい、食べやすいようにね、うん、
いいね。うわうまそう。絶対うまいでしょう。低温調理みたいな感じになってますね。絶対うまいこれ。おおいしょ。さあこれはね、10キロラーメンいってましたか、今の重さは。余裕で10キロ超えます。余裕でいってる。でしょこれ。さあ10キロいったんでしょうか。10キロいってます。ちょうどぴったし10キロです。まあ器も入って10キロね、うん、はい、いやすごい、これは犯罪的に美味しそうですね。もうね、朝からやってですよ皆さん、昼も食ってないんで、この時間帯なんですよ。腹ペコ青虫ですよ。いただきます。いただきます。いただきます。やっと食べれるね。待ちに待ってますからね。さあこれ二郎系沖縄そばは合うのか、ここなんですよね一番。油入れたじゃん、ま、うんと野菜がめっちゃ絡んでうまい、うん、油と野菜。あ、もうもやしもうまい、うん、絡んで。ちょもやし味付けしてないさ、してないね。あ、上から油かけたから、その油がの味が混ざってうまい、すごい、うん。だから一番最後に背脂のやつを垂れ流したのか。手抜きのそばの麺染みてる。染みてます。てかスープなしで美味しいってすごいな。もうあれさ、混ぜそばみたいな感じ、うん、噛み切れない。なんか苦労してるね。まあ柔らかいじゃないですか、噛み切るの難しい、うん、あ、ちょっと厚みが太すぎた、うん、もうちょっと薄く切るべきだったか。うまい、柔らかいです、柔らかい、うん、おめっちゃうまい、別にこうっすね。うん、え、味玉が、味玉すごい、はい、トロトロですね。トロトロ、これが上原愛。これはどういうことなんでしょうか。どういうことなんでしょうかね。何でしょうか。いただきます。やった、もう楽しみにしてた、ずっと。いただきます。うん、うまい。そしてこの背脂が最後に炙った感じが出てますね。いぶされてる。このニンニクのまた辛さもいいね。煮卵うま。めっちゃ味染みてる、煮卵。背脂もこの粗挽きしたやつがところどころ入ってて、うまい。歯ごたえあって香りがいい。うん、あ、ちょっと苦味あるの、スピリタスかな。あ、それっす、一応やっぱり、うん、アルコール飛ばしてもやっぱスピリタスの刺激みたいな、そう、苦味が。だからか。そうそう、いただきます。濃厚ですね、これは濃ゆい。うん、いただきます。お待ちで、どうぞ。うまいね。あ、そうです。炭酸ロクサルですか。ガチうまい。うん。炭酸ロクサル。あ、出た。煮卵。煮卵、どうぞ。きのこ先生の煮卵は、うまいんですよ。毎回、あれだよね、大人気だよね。はい、大人気ですね、なんか。きのこの煮卵。いただきます。中身が、いいですね。卵食べたい。いい火の通り加減。いただきます。どうですか？うまい。うん、結構ニンニクの加減が、はい、結構クロード向きですね。クロード向き。そうなんだ。クロード向き。はい、俺、うん、俺もちょっとびっくりしてる。パンチ力いくっすよ、ね。ラジロケ始めて。なんかあれだよ今日。市販のおろしニンニクがあるさ、うん、あれじゃなくてちゃんと刻みニンニクでやってるっていうのが、しかもあれだよ、日本のやつだよ。そう、中国じゃないよ、あれ青森でしょ、うん、その辺でやってるっていうのがガチ感を感じる。うん、嬉しいね。これでもびっくりした。お褒めの言葉、うん、すごいですね。多分11時ぐらいでやったの。11時、12時ぐらいでしょ。そうですね、うん、結構早くできましたね。結構なんかこれは早い、手間がそこまでないです。他のラーメン結構あったけどね、うん、それでも少ない方なんだね。麺作るってなったらもっと時間かかる。そうですね、麺からの工程を含めるともっと時間かかります。面倒がかかるんですね、麺だけに。なんで俺を見た。
ここまで、ここまでしてもらって、面目ね。麺だけでね。どうぞ、麺総礼。ちょっと作るの遅くなってごめんね。大丈夫よ。ここは許します。キノコ先生に免じて。炭酸力も麺食いなんだから。美味しいって言わないとキノコ先生の麺つがあるからね。そろそろ面倒くさくなってきたんじゃないですか。どうぞ、お皿洗ってメンテナンスしようかな。メンテナンスこんなにいっぱいあるとメンタルがやられるから。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。これね、大成功ですね、うん、めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。しかもなんか野菜いっぱい食ってるからなんか感覚的にあれヘルシーなんじゃないかなって錯覚しちゃうよね。実際はカロリーオーバーケー、スープがね、あ、もう致死量っすね。いやけど美味しかったら、美味しかったっすね。正義ですね、もう、うん、10キロの二郎系ラーメンを作ろうでした、うん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、キノコ先生の持ち帰り方がまた面白いですね。もうこれでもうトッピングで野菜とチャーシューとそして最後に背脂をぶっかけですね。マシマシっすね、もう最高っす。最高だね。